皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。令和新選組は10日、同党を名乗る偽サイトは、党とは無関係、と主張し、法的措置を検討すると発表した。偽サイトに名前を使われた俳優の青井優、山本美月、加藤清史郎は、それぞれの事務所が声明を出すなど、対応に追われている。写真。 偽サイトに名前を使われた人気女優今月9日、令和新選組を名乗るホームページが、青いら俳優3人が同等の山本太郎代表を支持するとするページを紹介した。青いの声として、私は令和新選組の制作に共感します。太郎さんは若者に対して真摯に向き合ってくれています。私自身も、 太郎さんのように社会に貢献できるよう、これからも努力していきたいと思います。と紹介し、山本の声として、私が例は新選組を支持する理由は山本太郎さんの人柄です。彼は若者にとって心強い存在であり、政治に対する若者の関心を高めてくれる存在だと思います。と記載。さらに加藤の声として、 山本太郎さんとは、最初に共演した時に、政治に興味があることをお互いに話し合いました。その後、令和新選組を知り、支持するようになりました。今後も、太郎さんの活動を応援していきます。と、あたかも本人の発言であるかのように紹介されていた。このサイトがネット上で拡散されると、葵の事務所、伊藤カンパニー、 が、全くの事実無根です、といち早く対応。このような掲載に対して弊社といたしましても毅然とした対応をしていく所存です、とした。一夜明けた10日、山本所属の陰セントも、このような事実に反した内容に名前を使用されることに対し、強い憤りを感じております、と否定。 さらに加藤も自身の SNS を通じ、スタッフよりお知らせ棒まとめサイトに掲載されている、加藤聖志郎の特定の政党へのコメントですが、そのようなコメントを出した事実はございません。とし、日頃から応援していただいているファンの皆様にはご不安な思いをおかけし申し訳ございません。と謝罪するなど、大きな事態に発展していた。騒動を受け、 同等も、令和新選組代表山本太郎の名前を語るサイトと、令和新選組への疑応援コメントサイトにご注意ください、と声明を発表。これらのサイトについて、令和新選組や代表山本太郎とは全く関係がなく、内容も承知しているものではありません、と無関係を主張した。有名人の声については、 令和新選組は全く承知しておらず、そのような事実もないと考えております。と説明。これら偽サイトについては、令和新選組及び代表山本太郎の名誉を著しく毀損し、信頼を損なう可能性が高いと考えており、法的措置を取ることを検討しております。と、法的措置も辞さない構えだとした。どう思いますか コメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。